まれびとっていうのは正式な名前で言うと、その来訪神って言って、海の彼方からやってくる異形の神様のことで、折口信夫っていう民族学者がそれにまれびとって名付けたんですよね。で、それが日本の全国各地にあって、20箇所から30箇所ぐらいあるんですけど、それらを15年ぐらいかけて全部回って写真を撮っていったんですよね。で、この写真がこの「まれびと」のシリーズを撮り始めた一番最初のきっかけの写真で、鹿児島県のトカラ列島にある悪石島っていう島、ゴンドラが流れ着いた島ですね。で、悪石島に1年に1回、お彼岸の時期に出てくる、神様で、もうこれ15年ぐらい前に撮った写真なんですけど、このまれびとの行事っていうのは、島の連なりとしての日本のここに住んでいる人たちのこうコミュニティの外からやってくる人たちとの付き合い方とか、そういう身振りが全てこう凝縮されてるんだなって思って、この異形の仮面にも惹かれたし、この行事の在り方にもすごく強く惹かれて、このシリーズを、まれびとっていうものを十数年にわたって追っかけようと決めた最初の、行事ですね。これは大船渡市のスネカっていうまれびと来訪神なんですけど、こういう神様はいつ出てくるか本当に分かんないんですよ。今日の夜っていうふうに言われているけど、何時に来るとか分かんないんで、ずっとお家の中に入らせてもらって、玄関先でずっと待機してるんですよね。それでいきなりガーンってこうドア開けて入ってくるもんだから、自分もびっくりして、おおっと思いながらこう写真を撮っています。で、東北北陸のまれびとの身なりっていうか装束は、みんなこういう腰みのとか、みのみたいのをつけてて、で、このスネカなんかは足がなんかこう毛皮みたいのつけてるし、手もなんかこう獣のね、装束をしていて、で、動物でもあるし、植物でもあるし、人間でもあるし、神様でもあるし、化け物でもあるっていう、すごく非常にこの他にこう変えがたい存在、スネカだったらスネカとしか言いようがない。それがまだ島々に残されていて、それは僕はすごくこう、日本列島のなんていうかな、本当にこう興味深い行事だなと思って、ずっとこう追いかけてたんですよね。